クランストンはアメリカ合衆国ロードアイランド州のプロビデンス郡に位置する都市。2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口79,269人である。クランストンは北緯41度46分24秒、整形71度27分12秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によるとこの都市は総面積77.5、 平方キロメートルである。クランストンには17のビレッジと呼ばれる地区がある。クランストン市を構成する17のビレッジは以下の通りである。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口79,269人、39,54世帯及び2万2 4 3家族が暮らしている。人口密度は1,071.3平方キロメートルである。 433.4平方キロメートルの平均的な密度に32,068件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人89.19%、アフリカンアメリカン3.69%、ネイティブアメリカン0.30%、アジア人3.28%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.93%、 および、混血1.57%である。人口の4.56%はヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は21.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.7%、25歳以上44歳以下が31.5%、45歳以上64歳以下が22.0%。 および65歳以上が17.3%にわたっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は95.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.8人である。 この都市の世代ごとの平均的な収入は44,108ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は55,241ベイドルである。男性は431ベイドルに対して女性は28,279ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は21,978ベイドルである。人口の7.3%及び、 家族の5.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の8.6%、および65歳以上の8.5%は貧困線以下の生活を送っている。U.S.GATS ATEAL FILES 2010, 2000&1990 United States Census Bureau http://www.census.gov コロンススララッッシシュュスラッシュジオスラッシュ www スラッシュ gaze t t e r スラッシュ gazet.html 2011年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。